はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では信長の野望小勢力パワープギットの続きをプレイしていきましょう。ここまでですね、尾張から始まり美濃を取った信長なんですが、今回はですね六角を攻めていきたいと思います。すでに兵を起こしてまして、尾張、あと稲葉山から改名した岐阜城、さらに浅井からも援軍の確約を取り付けています。で、前回お話した戦略的な目標の一つであった武田との同盟というのはちょっと期待できない状態になってますので、武田とは同盟を結ばず武田に警戒しつつも、六角を攻めるというところをやっていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。さて森綱の部隊が六角に攻められてるか。しかも当主自ら出陣してきてるな。これは何もしないまま森綱の部隊が壊滅しましたね。情けない限りだな。人たちも浴びせずに終わったか。関東の方もなかなかどうして戦乱が続いてますけどね。そしたらいよいよ信長も出陣していきましょう。兵は2000も残しとけばなんとか、武田が攻めてきた場合もこらえられるかな。では刑事で横槍を入れていきましょう。ここで六角5000を潰せればそれはそれは大きいよね。まあ兵数の劣勢は変わらないんですが、まあ前田慶次だったらあるいは何とかしてくれるんじゃないかっていうね、そういう期待感もありますからね。強いね。やっぱり戦意効いてる大名家の大名自身の兵数というのは侮れないものがありますね。攻撃した側が壊滅するっていうね。6人で部隊を支えてるってすごいな。よし、これで六角撃破したね。刑事は侍大将に昇進。
で、浅井から援軍が出てくるはずですけど、まだ援軍は出てこないかな。早く援軍欲しいけどね。蒲生隊が来たが、まあ、ただこの蒲生隊は横槍を入れられずに済んだな。まあ、ここはひとえに数正の戦闘力の高さが敵の横槍を防いだ形にはなってますね。味方も部隊が一つ消滅したか。数的にはほぼほぼ互角にはなってきてますね。まあ、数正が踏ん張ってくれたって言った方がいいのかな。よし、これであとは敵の本陣を残すのみになりましたね。ただこちらのまあいわゆるダメージも大きいな。で、今度は勝家か。六角義治、まあ、ただここは勝家の圧倒的に有利でしょう。部隊数も多い上に、なんといっても勝家の戦闘力92、これはね大きいですね。一撃で消滅させたが、さすがだな勝家。勝家もね、ただその騎馬武者寄りのその戦闘用要員にはなってるんで、足軽を引き入らせておくっていうのは少しもったいないんですよね。できればね、やっぱりその騎馬武者を引き入らせてあげたい。さあ、六角義治をこれで打ち取っていきましょう。しょうがない、豊の誘いに乗らないのであれば切りましょう。四国の方では地震が生、関東の方はもう本当にずっと洪水が起きてますね。あと合算戸田城も毛利に終始攻められている感じかな。
治水していないところで治水していないところで洪水が起きちゃったか。何、六角に側面疲れたか。しかも当主自ら出陣ね。ただだいぶこれで敵の兵も減ってるんじゃないかな、きっとね。信長の本体の到着を待って総攻めだな。だいぶ六角の方も軍を減らしているんじゃないかなと思うんですよね。何、勝家の本陣がやられるな。やられたね。カズマスも横をつかれるかな。背後からの攻撃か、厳しいね。そうするとだ、まずカズマスを帰らせましょう。で勝家も帰らせましょう。多いね、六角の城は多いね、人が。浅井は援軍を出す気配、出してきてくれてるね。違うな、浅井は援軍を出す気がないな。くっそー、浅井め。一旦城攻撃してみます。ちょっとなんか無謀な気はするけど、兵士数7700だもんな。これちょっとどう見ても無理だよね。しょうがない、ちょっと一旦兵を引きますか。で忍者特性持った武将とかでちょっと内から切り崩していきますか。思ったより圧倒的に観音寺落としづらいですね。どうやったら一番その観音寺があっさり落とせるかっていうのを考えないといけないけど、まあ硬いは硬いな。さっきね、被害が出てたんで、ここは治水をしっかりしていきましょう。比較的お金にも余裕がある今のうちにしっかりと治水工事を入れておきます。
まあでもこのまままともにね、その六角軍とぶつかっても、六角の城がでかすぎるんでどうにもならないですよね。で、そうこうしてるうちに今度は武田が攻めてくると。しかも馬場か。さらに蒲生隊も逆に攻め込んでくるか、そういう構えを見せてますね。やってくれるね。さてさて、本当にどうしたものか、ちょっと考えもんだな。まともに、六角を攻めるのが難しそうなので、まあ、間者系のユニットを送り込んで内部から弱体化させていきますか。そうするとまず正勝を出しましょう。お金をいくらか持たせて、そう簡単にはいかないか、やっぱりね。そうなると先に北畠を攻めた方がいいのかな。北畠を攻めて、北畠からも軍を出して六角を攻める。ちょっと方針の転換が必要かもしれないですね。まあとはいえ、とりあえず今迫っている危険を取り払っていきましょう。攻めてくる気配はないのか？ちょっと六角に対して普通に仕掛けても無理かな。調略かけてますけどね。で、馬場隊がようやく美濃に攻め込んできたので、まずこれを打ち払いましょう。で、その上で先に北畠を攻めましょうか。これはなんとなんと。浅井が攻めてくれてるね。浅井長政がただ北に出陣したのか。浅井にはどっちかっていうと六角を攻めてほしかったけどな。ただ六角の方に今軍が出てるな。どうする？まずはとはいえ馬場隊を撃破したいので、ここは刑事を出しましょう。
ああ間違えた、間違えたぞ、間違えたぞ。前の長安をこっちに入れて回収に従事させて、もう邪魔くさいので信長を出して一気に蹴りをつけますか。騎馬隊だな、やっぱり騎馬隊を連れてるね、馬場隊は。まあ、城攻めがいかに難しいかということを本当にこの小勢力は物語ってるよな。どうする、北畠を攻めるか浅井に乗っかって、六角を攻めるかっていう選択肢を考えたんですが、浅井はあっさり引いてるね。長政もおそらく戻るでしょう。となると攻撃目標を北畠に変えて、北畠を攻略した後に六角かな。え、北畠の方の武将はというと忠誠がみんな高いね。北畠、小作り、久喜、義高、戦闘力も高いしね。まともにぶつかっても勝てる気がしないけど、まずは野戦に引きずり出してできるだけ消耗させたいんで、そう考えるとどういう戦略が一番いいかというと、まあ、戦術かな。ここに関して言うと戦術がいいかというと、まあここにずらっと2部隊並べて、2部隊並べてここで敵の消耗を待つっていうのが一番いいのかな。そうですね。じゃあ出陣していきましょう。でちょっと勝家はね、今回留守居にします。あのまた攻めてくる可能性があるので、武田軍がそれに対応できなくなる恐れがあるんで、今回は勝家は残します。で逆に勝家以外の正勝とか秀吉とか、この辺りは出していきましょう。
で、今回は都市にも参戦してもらいましょうか。もうなんとかね、その機内に登るための、今日に登るための足がかりが欲しいんですが、六角は硬くてとても行ける気がしないという現状がある以上は、戦力の増強という意味で北畠を取っておきたいですよね。さあ、これでどうだ。かなりの大軍が侵攻してきているというのは、もうこの時点で北畠も気づいているはずですからね。どう出てくるんだろう。観音寺の後藤か。して要件は有効な貸しとして650。まあこれは受け取りましょう。お金はいくらあっても困らないんで。さらに金か。六角との盟約は拒否だな。六角はこの後叩くんで。お、攻撃部隊が出たか。地道に攻撃していきますか。そしたら、そうか、委任してるから勝手に戦ってくれるんだね。これただ次のターンになると城が回復してるっていうのがまたね、行かれた内容なんですよね。
いやでも石体はよく頑張ったね。一体でここまで侵入したってなると。観音寺から来るね。岐阜に商人が来てるか。今岐阜にはお金はまあそれなりにあって兵糧もあるし、まあ、特段なんか必要はないかな。はい、ではですね、ちょっと時間がいい時間になりましたので、一旦今回はここで終わりにして、次回引き続き、この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、Twitter の方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったら Twitter の方もフォローもよろしくお願いいたします。